ミホキュメンタリー。こんにちは、ミホです。今日は先日家で開催されたご近所の友達が集まったクリスマスパーティーの映像の編集をしました。ビーフシチューとかサラダとか、あとは生ハムにキュウリを巻いたり、少人数でワイワイと楽しみました。こちらのビーフシチューなんですけれども、友達が圧力釜で作ったものを鍋ごと家に持ってきてくれました。こちらのサラダ、盛り付けがおしゃれですね。私はお酒は弱くてほとんど飲めないのですが、スプーン一杯だけ飲みました。そしてご飯の後、ホールのケーキをみんなで食べたんですけれども、やっぱりホールのケーキがあるとクリスマス感が増しますよね。このケーキ、大人気のお店らしく1時間以上も並んで買ってきてくれました、とっても美味しかったです。ケーキを食べた後、クリスマスプレゼントをみんながさりげなく出して渡したりしていましたが、私だけ何にも用意してなくて、もらうだけの人間でしたし、料理も作らなかったし、ケーキも買いに行かなかったし、これは来年のクリスマスパーティーの反省として心に留めておきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。